おはようございます。おはようございます。今はですね、どちらに向かっていると思いますか？秘密です。まだ何も言ってないけど、ね、まだ何も言ってない、うん、東京の方へ向かってるわけですよ。うん、うん、まあ東京といっても我らが地元の江戸川区です。うん、ええ、あるところに向かってるんで、まあ早速、はい、向かいましょう。はい、目的の場所へ到着しました。シュッここはどこかというと、僕の実家です。はい、そして随分前になくしたと思われる鍵を見つけ、何年ぶりだろう、8年ぶりぐらいにこの鍵を使って扉を開けようと思います。さて、これが本当に鍵なのかどうか、はい、開けてみましょう。開いたそれはそうでしょ。実家の鍵でした。はい、じゃあ入りましょう。はい、はい、さて僕の実家はですね、3階建てでございます。今猫ちゃんがいましたね。名前は分かりません。そして今絶賛誰かがお風呂に入ってますね。タモー、タモツー、あれ誰だろう、風呂入ってんの。多分なんかもう入ってた。今さっき、うえー、ありがとうございます。うえー、見てください、これこれどういうこと。え、3階が暑いので屋上の扉窓を開けてます。雨の時気がついた人は閉めてね、よろしく。いや、ここ3階だからさ、夏暑いよな。めちゃくちゃ暑いじゃん、やばいね、今も屋上からの。あ、これ今開けてる状態。開けてないんじゃ、開けてんのかな。開けてるか。そんな暑くないじゃん今。じゃあ開けてるかもしれない ね。じゃあ早速、今はですね、僕の甥っ子が僕が使ってた部屋を使ってるんですけど、はい、ここでね、そこ綺麗に使ってるんでしょうかね。普通だと思うけど、ね、おー、すげえじゃん、めっちゃ綺麗に使ってんじゃん、うん、まあ、動画でも多分何回も出てるから、汚くはないと思う、部屋は。確かに、まあ、そんな綺麗でもないけど広いね。あ、改めて見ると広いよね、うん、10畳か。10畳ぐらいじゃない、多分、ね、測ったことないけど10畳あって、で、僕の若気の10代の時の人、青春の若気の至りを皆さんに今からお見せしましょう。こちらです、こちらです。やばすぎ、やばすぎだよな。あのパンチで穴を2箇所開けてしまいました。それどっちもパンチだったんだ。うん、どっちもパンチ。下は膝なのかなと思ってたずっと。いやいやいや、もうねちょうどね、怒り、うん、もうね、尖った時なんだ尖ってた時にやっちゃったんですよ。いや、これさ、本当にね、うん、友達が初めて来た時とかね、何も言われないけど若干気づいてるなみんなっていうのあるから気まずいよ、多分ね。気まずいのよ。だよな。でも最初にこれ俺じゃないからねってことをとりあえずみんなに伝えてから家で遊ぶ。ああ、そういうことね。ルーティーンに。ああ、なるほどね。え、こんなの見しちゃいけないの。大丈夫。いい、ここは何度で、あの、要はね、物置というか、ウォークインクローゼット。全然綺麗ではないけども。ああ、見えるとこだけ片付けるタイプの人ね。そうかな。いや、そうでしょ、だって。うん。あ、でもこれ、使ってんだ。俺が使ってたやつだよね。そうだね。そこ、だからまんま、そう、何もいじってないから。だよね。でも、ゆうちゃんのものとかもあるっちゃある。あ、そうなんだ。こういうのとかさ、あ、この台もそうか。そう、台もこれママゆうちゃんが使ってたやつ。ああ、なるほどね、うん、確かに。実はそこのね、この犬の絵あるじゃん。あ、これ、うん、ワンちゃんなんだけど、うん、そこもね、若気の至りのせいでやっちゃったやつ俺ちょっとね、上着ポッて上げてもらえれば若干あ、本当だあるのよ、本当だ。それもだからね、うん、うちの母親が買ってできた、なんか絵をちょっと借りさせてもらって、こういう感じでね、そこに置いてる。カモフラージュしちゃったんだ。そう、すいませんね、なんか。いや、本当よ。うん、まあちょっとじゃあ、見せれる部屋もあるかもしれないから家を散策してみましょうか。はい、僕の隣の部屋が、まあもともとですね、うちの、まあ、2番目の姉ちゃんが使ってたんですけど、まあ今ね、タモツの下のあの弟が使ってるんで、まあ久々に来たんで、どんな感じに部屋を使ってるのか潜入しましょう。はい、どういうことこれ。
どういうこと？どんだけ汚いのあいつの部屋。すごいね。まあ。これ。てかさ、なんかまあ。海じゃん。あれだね。映像で見るとよりやばい気がするね。あ、そう。うん。なんか別に目で見ても、もう慣れてるからかやばくない。こんなんとかさ、どこでかけんの？こんなサングラスとか。それ、高そう。え、だって、え、高いのこれ。え、高くない？絶対高くないだろ。それ何？ビトンじゃないのそれ。あ、ビトンじゃん。そうでしょ。え？これビトンのサングラスなの？めちゃくちゃ高いんじゃないですか、多分。わかんない。どうなんだろう。あ、ルイズ・ヴィトンだって。そう。違う違うでしょ。違うか。なんかビトンって聞いたら急に。おもちゃのやつかなと思ったのよ。おもちゃじゃないらしいよ。はい。こんなところにもなんか、ね？何ですか、この時計は。こんなん出していいのか。ロレックスって書いてありますよ。すごいな。何歳あいつだって。24歳ですね。24歳 ?20代前半にして。20代前半でさ、何こんなロレックスなんてさ、生意気なものをさ。え？こんなさ、雑にさ、うん、置くんだね、あいつはさ。こういう高いものをさ。すごいね。あ、で、このベッドはあれじゃん。あ、そうだよ。このベッドは、そうそう。僕がもともと使ってたやつで、クイーンロングだよね。そうだね。めちゃくちゃでかいからね。これマジででかいよね。マジででかい。だって、一人で寝てこうでしょ？そう。こうでしょ？うん。こうでしょ？そう。それで、こっちにね、横になれば、うん、あの男4人で寝られるからね。あ、そういうことね。そう。お、すごいじゃん。そうそう、そっちにすれば。確かに。そう。そう、普通のね、多分ダブルサイズぐらいだとこっちはあんまりね無理だもんね。そうだね。足出ちゃうから。横が広いから。行けちゃうわけ。そうそう、普通の平均身長ぐらいだったら、そうそうそう。俺高校の時とかね、俺実はこれ使ってたんだよね。あ、だよね。そう。だよね。本当は俺の部屋にあって。なんかレアな靴とかあんじゃん。ほら、あいつの部屋。またビトン。俺が履いた方が絶対似合うだろ。ねえ。俺が履いた方が似合うと思うよ。それ履いて待ってればいいのかな。これ履いてね。あ、あいつにこれでさ、写メ送ってさ。はい。じゃあね、つって。送ればいいんだよ。へえー、なるほどね。じゃあ一旦ちょっと下行こう。はい。うん、はい、ただいまですね、2階に来たんですが、2階の納戸にですね、アリーちゃんという名の猫ちゃんですね。アリアっていう。男の子？女の子。女の子。ヤッホー。ヤッホー。ここは物置です。で、2階はね、あと、こっちがお風呂洗面所で、お風呂洗面所綺麗なのかな？大丈夫？おう、こんな感じね。お風呂洗面所です。下を張り替えたのこれ、床。あ、そうだね、田松がやったんでしょこれ。そう、多分これ初めて来たんじゃない、この床。確かに、うちの実家のお風呂洗面所はこんな形です。そう、こっちがまあちょっとね、一部屋は映せないんですけど、ここがですね、今ちょうど物置となっちゃってますが、でこっちにね、お部屋が2つあって、でこれね、中がね、あのこれ中が実はこれ収納になってるんですけど、この収納がなくなってね、一つの部屋にできるんですよ。これすごいよね。うん、僕は多分意味わからないんじゃない、みんな多分。そうなんですよ、本当にこれ、これがここの部分がずれて、こっちに行くんだよね。そうです、こっち側に、こっち側にガガガガガーとずれてって、これが一部屋になる。だからこれで何畳ぐらいになるんだ。結構広いんじゃない。10畳どこじゃない。こっちの部屋はですね、今あのうちの姉さんが使ってるんで、中に入ったらはっ飛ばされるんで。まあでも収納は多いよね。収納がね。収納が多いね。収納が多い。まあ3階も映してないだけでもう一部屋あるんで、3階に3部屋。うん、3階に3部屋と収納が1つで、2階で実際で言うと1、2、3、4、2階が4部屋か、うん、
2階が4部屋で1階が LDK ともう1部屋か2部屋あるんだよね、あの和室も。あ、そっか、和室部だから2、3、4、5、6、7、8、9か、 9LDK か。すごいね。だな、家族が多いからな、おのずとこうなるわけだよ。なりますね、うん。まあちょっと1階で今うちの奥さんが、あ、いるの？いるよ。あ、そうなんだ。ちょっと下行きましょうか。くーちゃん、くーちゃん、くーちゃん、やばいやばいやばい、くら呼んで、くら、くら、入れ、はい、今ですね、とりあえず実家の方から移動してきまして、ね、初めて来たでしょ、ここ。そう、初めて来た。あのね、一回ちょっと2人で来たいなと思ってて。そうそう、前にね、ゆうくんがね、現場で入ってたんだよね。ちょっと今、私が言おうとしたんですけど。あ、すいません、はい、で、ここはですね、見ていただくと分かるんですけど、大鷹の森です。千葉県のね、そう、大鷹の森です。はい、で、ちょうど今この後ろ手に見えてるのもショッピングモールなんですけど、うん、僕がですね、あのダクト屋の現場で入ってたのはこちらの建物の3階と6階で僕たちは入っておりました。はい、ね、とりあえず、はい、今ね、駅の反対側に来たわけですよ。うんうん、で、ちょっとね、最近できたお店なんだけど、うん、どうやら中華料理で有名な陳建一さんの弟子がどうやらですね、うん、あのお料理している中華料理屋さんがあるということで、はい、で、まあ俺たちね、ちょっと中華料理好きなんで、うん、これからちょっと食べにそちらに伺いましょう。はい、はい、行きましょう。で、このね、駅のね、ロータリーもすごい綺麗だよね。ねえ、めっちゃ綺麗ね。新しいよね。新しい、そうで、もうね、すぐここなの。そう、ロータリーからすぐここで、ちょっと来て、そう、桜テラスのね、これです。ここがお店です。7月10日グランドオープン、てか俺の誕生日にオープンしたんだ。ね、納豆の日、ね、すげーね、うん。じゃあちょっと早速そちらに向かいましょう。はい、はい、お店のとりあえずですね、ビルの2階に到着しまして、はい、すごいね、やっぱ開店したばっかなんだね。お花がいっぱいあってさ、ね、お店の名前はですね、春丼地下ですね。こちらがメニュー表になります。どうだろう、結構、あ、コース料理があるんだね、うん、森のコース、流山コース、大鷹コース、うん、春丼コース、うん、あ、であとグランドメニュー、グランドメニューっていうのはあれか、うん、アラカルトだね。うんうんうん、いや、本当いろいろいっぱい、あ、すごいね。そう、うん、結構さ、うん、安い、リーズナブルだね。そうね、コースにしてみ、そうだね、うん、まあ、ちょっと何頼んでいいかまだよくわかんないんで、うん、フカヒレのフカヒレ冬瓜煮込みとか、バン、あ、チーム好きなバンバンジーも入ってんじゃん、うん、じゃあこの流山コースにしようよ、うん、ね、オッケーです。千鶴さん、お料理来ましたよ。すごいね、めっちゃなんか食べたことない五穀米の四川シルクだって、うん、ちょっと食べてみて、早速。すごいね、うん、どうぞ。お、何、お餅入ってる、すごめっちゃ柔らかそうじゃん。これごといっちゃう、いいよ、うん。やばい、おいしい、めっちゃうまい、めっちゃうめえ、うん、いいね。いただきます。はい、あ、器がまたあったかいからいいね。うん、はい、うん、おいしい。お餅溶けるよね。うん、お餅溶けたね。でも、あの、お汁粉だけど、うん、あの、めちゃめちゃ、いわゆるほら、日本のさ、オーソドックスの、うんうん、めっちゃ甘いお汁粉じゃないよね、うん、全く違うよね、うん、
ゆうくん大好きなやつだよね、これね。大好きです。ここ行きたいよね。美味しいみたいな。はい。クラゲね、めちゃめちゃ美味しいからね。うん。いただきます。はい。お、いい音。うん。あのね、うん、聞こえたと思うけど、うん、歯応えもすごいし、うん、あとはね、あの味付けが、うん、あの濃すぎずに、うん、美味しい。うーん、本当に美味しい。ちょっとこれ映して、綺麗なまず盛り付けもね。なんか普通のクラゲよりなんかプリッとしてる感じをするよね。ねえ、これすごくない？まず、うん、香港式チャーシュー、この。器もさ、器もすごいしさ、うん、ちょっと食べてみて。これでいくんだよね、うん、そう。いただきます。うん、うん、これなんだろう、うん、八角の香りかな、違うと思うけど。だよね、全然、うん、多分想像してる味と全然違う。あ、そう。うん、めっちゃうまい。俺の想像してる味知ってるの？ちょっとまずこのね、外の茶色い部分あるでしょ、うん、これがちょっとさ、パリッとしてる感じがするじゃない、うんうんうん、で、中が柔らかいじゃない、うん、もうこれがめちゃめちゃ美味しい、うん、ね、うん、音がうまっ。美味しいね。さあ、目の前にオアスはバンバンジーでございます、うん、どう？あのね、うん、もう鶏肉が柔らかいのはもちろんなんだけど、うん、タレが、うん、かかってるソースがもう本格、うん、あ、そう、うん、自分じゃ無理、絶対作る。そりゃそうだろうね。そうだよね。初、人生初中国ウインナーを食べたいと思います。はい、いただきます。おお、うん、すごいいい香りしてんだよね、さっきから。うん、初めての味。うん、そして、うん、ウインナーとしても初めての食感。え、そうなの？うん、オレンジではもう初めてすぎてうまく伝えられませんね。うん、味は本当にめちゃめちゃ美味しい。皆さん見てください、こちら。すごくないですか？いや、すごくない？マジで、うん、やばい、めっちゃ美味しそう。深切りだよ、うん、めちゃめちゃ大きいよ、うん、なんかさ、これだけ綺麗な形してるとさ、崩すのちょっとよね。わかるでしょ、わかるわかる。うまっ、めちゃめちゃ美味しい。うーん、でもね、うん、そもそもフカヒレ自体もね、うん、見てる通り、うん、めちゃめちゃちゃんとね、大きいし、うん、でこのソースの味がさ、うん、なんとも言えないこの何、いろんな出汁が出てますっていう、このタレがね、めちゃめちゃ美味しい。お次は日種のヤムチャです、うん、おお、美味しそう。あ、エビ餃子だ。うん、エビ餃子めっちゃ湯気立ってる、ね、これ美味しそう、うん、いいよ、好きな方食べて。そりゃ好きな方食べますよ。じゃあエビにしよう。ヘリクツ女だ、ヘリクツ女。好きな方食べていいよって言われたから、そりゃそうだよね。ただのヘリクツ女です、皆さん。いただきます。さぞかしエビが透けてるバッチリな食リポをしてくれるんでしょう。うん、うん、もくもく。皆さん、今うちの妻はうん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 と言っております。わかるかっこ、うん、熱い、うん、熱々。まず、うん、まずまず皮がプリプリ、うん、へー、あ、餃子自体の皮が。そうで、エビもプリプリで、うん、ほんともうエビって感じ。もう目つぶって鼻を閉じて食べたとしてもエビって分かるぐらいヘビーって感じ。届きました、北京ダックちゃんです。焼いてあるね、本当に。そんな感じですね。すごいでしょ、だから、うん、この
焼いてあるパターンのさ、北京ダック見たことないから、うんね、ちょっと一口いただきます。うん、あ、いい音。びっくりしました。うん、何？今まで食べてた北京ダックとは、うん、次元が違います。めっちゃ美味しそう。めちゃめちゃ美味しい。やっぱさ、皮も、うん、あのパリパリしてるし、うん、でさ、パリパリっていいよいいよ、分かった。皮も、うん、外がね、パリパリしてるの、うんうん、で中がもっちりでしょ、うん、で、またその中の北京ダックがパリパリしてるえ、うん、で、ネギのシャキシャキ感じゃ、うん、美味しいです。わー、やばい。これぐらいの食リポ楽しみにしてます。牛ヒレ肉と彩り野菜の炒めが来ました。はい、でもうね、もう全てね、分かっているんですけども、うん、やっぱりお皿がね、あったかいっす。うん、本当だ。もうこっからすごいですよ。いっちゃっていいですか。どうぞ。いただきます。うん、ま、まだ食べてない。すいません。びっくりするよ。なんだよ。びっくりするよ。なんでか言ったら、うん、まあこれは俺からは言わない、うん、ちょっと食べた時に自分の口から言ってみて、うん、皆さんに感想を教えてあげて、うん、すごいよ、うん、分かる？何が言いたかったか。柔らかい。柔らかいでしょ、うん、すごくない？で、うん、ちょっと2個目で試してほしいのが、うん、このさ、ベロだけでさ、うん、潰そうとしてみて、潰れるんですよ、これ、うん、ね、ベロで切れる。すごくない？なんでこんなに柔らかくなるの、うん、皆さん、お肉ですよ、ヒレ肉。ヒレ肉がこの上顎とこのベロでグーって押しただけで切れちゃうんです、ね、うん、すごいよね、これで。やばい、めっちゃうまそうですね。イエーパワーじゃない、パワー。もうね、今パワーがみなぎってるんで、うん、これ何なんだっけ、このパスタみたいなやつは何だったっけ、これ。いや、わかんない。あれかな、春巻きの皮とか。あ、そういうこと、うん、ちょっと早速いただいちゃいます。ほら、エビがね、もうプリプリ。あ、やばい、でかい。ちょっと見て。顔がやばい。やっぱね、ラー油入ってるから、うん、想像以上に熱かった。うん、美味しい。美味しい。うん。もうね、あんまり俺さ、辛いもん普段食べないけど、うん、あの美味しい辛さだから全然食べれる、うん、うんうんうん。麻婆豆腐です。はい。すごいね、まずね、あ、山椒大好き。山椒効いてるやつ、山椒でいい香りがします。で、今ですね、こちらのですね、麻婆豆腐を早速食べていきましょう、うん、はい。うん、皆さん、これ何ですかね、これ。わかる？チー、これ。この黒いやつが、うん、味がめちゃめちゃ、うん、なんだろう、なんかの味噌なのかわかんないけど、めちゃめちゃ美味しい。お肉じゃないの？うん、陳建一さんのところでも、あの麻婆豆腐はすごく有名だからね。そう、で、ね、あのね、うん、麻婆豆腐にちょっと雑学1個かましちゃっていい？うん、麻婆豆腐は結構皆さん想像されてるのって、豆腐を潰してはいけないっていう感じで皆さん想像されてるじゃないですか。うん、豆腐は潰して大丈夫なんですよ。それが雑学なの？で、陳建一さんの息子さんが言ってました。はい、以上、うん、はい。本日の最終杏仁豆腐が来ました。うん、す
すごくないこの器ね。この中の青いやつ気になるところじゃん。うん、じゃあそこはね、今杏仁豆腐食べる前にさ、うん、皆さんにお見せしましょうよ、うん、これがまたこれでさ、すごく綺麗なんですよ。ほら、おお、本当だ、綺麗。アルコール飛ばしたやつみたいなんで、うん、飲めるらしい。で、シロップを入れたもの、うん、だ飾りでもいいし、うん、飲めるらしいです、一応、うん、あ、うん、シロップが入ってるから、うん、ちょっとあの甘めのね、うんうん、まあ、でも一応こうやってこの状態で食べた方がいいと思う。濃厚、うん、濃厚な杏仁豆腐、ゆうくん大好きだもんね、うん、あ、この杏仁豆腐は美味しいわ、最高、うん、うん、食べてみな、美味しい、うん、うまっ、めちゃめちゃ美味しくない、飛びませんよ、スプーンが、うん、うん、やばい、誰かスプーン止めてもらっていいですか。やべ、誰か好きな危ないよ、落とすよ、うん、はい、ということでですね、まあ今日は何、この後ご飯食べてもこれ帰る、うん、うん、らしいです。この後もあわちゃんたちが待ってます。そうだね、まあわちゃんたちが待ってるんで、で、まあ本当ちょっとね、うん、僕たちも初めてこの大鷹の森に来て、うん、2人でね、うん、2人で初めて来て、もうちょっとこちらの中華料理屋さんに来たんですけど、うん、めちゃめちゃ美味しかったんで、うん、ちょっと店舗の概要はですね、概要欄の方に載っけておきますので、うん、気になった方でぜひぜひ来てみてください、うん、はい、もう本当に買うたじゃねえかよ。何、いや、また来たいなって思う、うん、そうだね、素敵なお店ですね、はい、うん、まあね、ここまでね、なんかやってるとさ、お前ら案件じゃねえかって言われるかもしれないですけど、うん、左上にね、うん、一番最初にプロモーション出てないんで、うん、そもそも案件じゃないんで、はい、たまたまね、本当に入ったお店がめちゃめちゃ美味しかったんで、うん、皆様にご紹介させていただきました、はい、はい、それでは、ありがとうございました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。美味しかったね。ね、美味しかったね。どうも、本日はありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。お味はどうもいかがでした。めちゃめちゃ美味しかったです。まあ、今回ね、撮影の協力とかもさせていただいて、本当に ありがとうございました。ぜひ本当に美味しいので皆さんに食べてほしいっていうのをさどうもありがとうございます。